はい、どうも旭川へ向かっております。どうも旭川に向かっております。どうもですね、いい感じですね。2023年5月の25日北海道や旭川やということな、いい天気に恵まれました。はい、海外の晴れ男頑張っております。綺麗だ綺麗だ、すごいぞすごいぞ、田畑のグリーンに癒される、さすが北海道、広々としております。いいですね、いいですね、北海道ですね。広々とした北海道の田畑、素晴らしい。じゃがいも、これからアスパラ最高ですね。昨日札幌でアスパラを素揚げを食べました。ものすごく甘いシャキシャキ最高です。北海道の食べ物はうまい。はい、岩見沢まで2キロです。岩見沢まであと2キロです。いい感じですね。おー、のどかじゃー、のどかじゃー、いい感じです。お、何やら遊園地みたいなものが見えております。遊園地でジェットコースター観覧車、岩見沢出口まで2キロです。北海道、北海道、いい天気よ、最高よ。吹雪、走行注意なんちゅうこっちゃん。岩見沢の P です。いつものとこです。岩見沢の P です。いつものとこですね。万栄競馬です。岩見沢の P、 こんにちは。じゃあ、ええー、ですな。神戸から。神戸です。すごい。72歳。毎年来てますね。あ、うん、旭川に友達おるから。あ、そう。うん、それ兼ねて、もうすぐ会うんですけどね。はい、うん、ほんでそこからまだ、いつ帰んねん。6月の12、3日のあの小樽からのフェリーで。舞鶴、京都の舞鶴まで。いつ来られたの？4日前かな。4日前、うん、苫小牧、福井の敦賀から苫小牧へ行って、ああで苫小牧で泊まって、ああで昨日札幌行って、札幌行っ、うん、なんかエスコン球場、あの日本ハムの、うん、見に行って、あれ休みでも入れたですね。あ、本当に？うん、なんかもうボールパークみたいになってるから、遊園地みたいな感覚。うん、そう、新庄の T シャツ買いましたわ。もの72歳。72歳で昭和26年やから。これでもう3000キロぐらいは走るんちゃうかな。うん、でも毎年大体2、3000、まあ、絶対走りますから、うん、昨日なんか雨降ってきてちょっと残念でした。ああ、ちょうどね、札幌におったからね、全然雨当たってないんです、うまいこと。本当は僕、あの夕方降るって聞いてた。ああ、はいはいはい。そしたらもう早くから、ね。ああ、はいはいはい。びしゃびしゃやったでしょ、そら。もうバイクの雨最悪やから。ほんまに。ええー、ですな、僕これ買おうか迷っとったんです。この、
これギアもおっさんやからギアはあかんでじいちゃんやからとか思うで、乗りやすそうやもん、ものすごい。でもあれですよ、乗ってみるとちょっと長距離は無理ですね。ああそうですか。すごいですね。振動、振動っていうかずっとビリビリ。ああビリビリきますか。ああそうですか。10キロで走って、うん、落ち着いて80超えちゃうともうビリビリ。ああもうビリビリビリきますか。降りるともう手とか足、うん、ああ痛い。なんかこれのごついのも出たんですよね。そうですね。うんね、1100とか、うん、もっと乗りやすいと思う。ああどうぞ。これでも僕シート変えてるんですよ。あそうなんですか。ノーマルだともっと乗り心地悪くて、あ痛い、ケツが、ケツが、あほんでオザーブしてるわけですな。ああなるほどなるほど。これしてこれしてちょうどいいぐらい。でも痛い、まだ痛い。そうですか。見た目だけです。これ横浜いうこと。横浜から来ました。はい横浜。あらら頑張ってますな。えらい軽装やけど。そうですね、僕大体バイク乗る時いつも軽装。えこうフェリーで来たんでしょ。フェリーで来ましたね。そうですか。そらそら、今度はこれからどこに決まるの。これから旭川の旭山動物園行く。ああええですよあそこ、うん、楽しいですよ。白熊くんおるし、あ、うん、あれものすごい。ほんであと熊がおって、おじいちゃんがうまいことなんかねガラス叩いたらブワーン飛んできますわ。そうなんですか。うん、パフォーマンスしようから。まあ見てください、絶対ええですから。旭山はもう僕も2回行ったかな、うん、楽しいとこです。まあ頑張ってください、ご安全に。あ、 ありがとうございます。72歳頑張りますさ。まだ仕事してまんねんで、現役ですから、うん、現役、うん、まだほんで休暇くれてるから毎年はずかあるから、いっぺんに全部使いますね。あの偉いさんが言ってました、またですか。はいはい、またです。バイク乗りの人はみんないつまでも若いですね。あのあれですよ、好きなもん食べて好きなもん見て、ね、酒飲んで、もうそれしかないから。嫁さんアホか言ってました。また今回無理やり連れてきたんですか。いや2人やったらよしよ、なかなかゆっくりできて、ね、あご安全に、はい、どうぞ行ってください。え、ほんで旭川高須までもう一発で行ってまうの。そうですね、でも多分ケツが痛いからまたこっち。ああどっかね。あこう、どこや、ガス入れるとこのサービスエリアあるとこやね。40、え、3、40キロ先にありますな、うん、ガス入れるとこあります。あそこでいつも私も入れるんやけど、うん、まあ朝以下ついてからでも十分入れれるけど、ね、これも燃費ええもんね。そうですね、なんか大体30、今計算してたら37ぐらい、うん、あやっぱりそれぐらいですね。こいつも37ぐらい、6から7いくから。じゃあ行ってください、お気をつけて。楽しい旅を。あ、 ありがとうございます。あ、新しいやつや、ライトが全然ちゃう。LED や。大丈夫？ああ、ありがとうございます。どうも、さよなら。先ほどのレブル、横浜から来たレブル、ご夫婦でいいですね、若いレブル乗りです、最高です、可愛らしかったですね。旭山動物園行くらしいです、いいですね。白熊くん、熊ちゃん頑張ってみてください。それではまたどこかで会えるでしょうか。頑張ってみましょう。先ほどの横浜のライダー見つかりました。目の前走っております。やっと着きました。ゆっくり行かれております。横浜のライダー、左乗りライダーです。横浜ナンバーご夫婦の2人船、入るでしょうか、入らないでしょうか、手は痛いでしょうか。
車種内入りません。車種内ピエー、いい感じですね。いい感じです。赤い笑顔です。あ、道路8になりました。欲しくなってまいりましたね。最高じゃー、最高じゃー、天気もいいぞー。